アルル王国仏、ロヤウメディーアルルドク、クニクライクアーエーレット12世紀及び13世紀の帝国アルル。表記は神聖ローマ帝国からフランスへのアルル王国活情時。ブルグント王家は1032年に断絶し、神聖ローマ皇帝がブルグント王を兼ねた。アルル王国は旧ブルグント王国のあった地域に存在した王国。ブルグント王国とも呼ぶ。 933年、ユーラブル軍と王国のルドルフ2世が、ウーゴのキスユラブル軍と王国を併合して成立した。この王国が、アルル王国と呼ばれるのは、アルルを首都としたためである。また、アルルを首都とした後のキスユラブル軍と王国も、アルル王国と呼ばれることがある。地中海からライン、川上流域までを領土とし、2015年までの、フランスのプロヴァンスアルプコートダジュール、 ローヌアルプ地域圏、フランシュコンテ地域圏、及びスイス西部とおおよそ一致する。独立した王がいたのは1032年までで、その後は新生ローマ帝国の構成国家となった。879年から933年までの上ブルグンお及び下ブルグン島王国534年に、フランク王国がブルグン島王国を征服してから、ブルグン島王国の領域は、 フランク王国とそれに続くカロリング帝国に支配された。843年、ルートビヒ一世の3人の息子たちがベルダン条約によってカロリング帝国を分割した。ブルグント王国は皇帝ロタール一世が得た中、フランク王国の一部となったが、後にブルゴーニュ公国となる地域のみは西フランク王国、シャルルトクト王のものとなった。ルートビヒ二世ドイツ人王は、 東フランク王国を得て、ライン側から東を領土とした。855年、中フランク王国を領する皇帝ロタール一世は、その死の直前に、自らの王国を三人の息子に分割して与えた。ブルグントの医療は、次男のロタール二世と末程のプロバンス王シャルルに渡った。863年に、シャルル、869年に、ロタール二世が軽視なく死去すると、 おじである西、フランクのシャルル特等王と、東、フランクのルートビヒドイツ人王が870年に、メルセン条約を結んで、ロタール二世とシャルルの領土を分割した。ジュラ山脈北側のユーラブル軍とは、ルートビヒドイツ人王が得て、残りは、シャルル特等王のものとなった。七十五年までに、ロタール一世の息子たちはべて軽死なく、死に、残るした、ブル群とも、 シャルルトクト王が手に入れた。シャルルトクト王の子、ルイキツオン王が死んだ後の混乱の中、西フランク王国のプロヴァンスコーボソは、アルルにキスユラブル軍と王国を成立させた。キスユラブル軍と王国は一時は消滅して、ルートビヒドイツ人王の息子である皇帝、シャルルヒマン王が、全フランク王国を相続によって一時的に統一した。しかし888年に、 カール3世が死ぬと、キスユラブル軍と王国は復活した。同時に、ブル軍と博でもあったオセール博ルドルフ1世が上ブル軍と北西部のブル軍と博領内産、モーリスにおいて、ユーラブル軍と王国を設立した。933年、キスユラブル軍とを支配していたイタリア王ウーゴが、ユーラブル軍とのルドルフ2世に、キスユラブル軍とを譲り渡した。ウーゴとルドルフは、 イタリア王位をめぐって争っていたが、ルドルフはイタリアを諦める代わりに、キスユラブル軍とを得たのであった。ルドルフは上下ブル軍と王国をまとめて、アルル王国とした。937年、ルドルフの後を息子のコンラート平和王が継いだ。その際、ウーゴはブル軍ンを取り戻そうとしたが、ドイツ人の王,王と一世の介入もあって、却下された。962年に、 1> 夫一世は皇帝になったが、コンラート平和王の妹アーデルハイトは、夫一世の皇后である。コンラート平和王は56年の長きにわたって、ブルグン島を治めたが993年に死去し、後を、息子のルドルフ三世が継いだ。しかし、ルドルフ三世は、体が丈夫でなく、着手誕生が見込めなかった。1 0 6年、皇帝ハインリヒ二世が姉ギーゼラの息子であったため、 ルドルフ3世は、アルル王位を皇帝に相続させるという条約の締結を強いられた。1016年、ルドルフはこの条約を撤回しようとしたが失敗した。1032年、ルドルフ3世は40年に及ぶ治世で、ついに刑史を残せず死去した。アルル王国は1006年の条約通り、ハイン・リヒ2世の後を継いでいた、ザーリア朝の皇帝コンラート2世が継承した。 歴代皇帝はアルル王の称号を維持したが、アルル大聖堂で大冠式を挙げた皇帝はほとんどいなかった。例外はフリードリヒ一世バルバロッサであり、1178年にアルル大司教によりブルグント王として大冠されている。こうしてアルル王国は帝国の一部となったが、かなりの自治が認められた。名目上は皇帝によって統合されていた。 あるルル王国だが、11世紀から14世紀末の間に、いくつかへの領域へと分裂して、再構築された。すなわち、プロヴァンス伯領、プロヴァンス辺境伯領、ブネサン伯領、ビバレシ協領、リオン大市協領、ドーフィネ、サボイア伯国、そしてブルゴーニ伯領である。1127年、南ドイツのツェイリン原家が、ブルゴーニ伯領東部を獲得し、 皇帝ロタール三世から、ブルグンと総監に任命された。ブルゴーニュ博は、領土が半減した見返りに、帝国への侵入義務から解放されて、自由博を名乗った。ブルゴーニュ博は、帝国領でありながら、独立した地位を得たのである。後に、聖林ン元家は断絶し、隕石関係から、キーブルク家、ついで、ハプスブルク家が医療を引き継いだ。そして1273年、 ハプスブルク家のルドルフ一世がローマ王に選出された。ローマ王とは神聖ローマ帝国の君主に選出されたが皇帝としては体感していないものの称号である。ルドルフ一世は神聖ローマ皇帝への体感を望んだ。1246年、プロヴァンス白衣はフランス王家主流のアンジュ家に渡っていた。1277年から1279年の間、 教皇ニコラウス三世のもとで、プロヴァンス伯領の所属、ルドルフの転位請求権、そして長らく放置されていたアルル王権について、議論された。参加者は、ローマ王ルドルフ一世、フランス王族であり、シチリア王権プロヴァンス伯でもあるシャルル・ダンジュ、フランス王母であるマルグリット・ド・プロヴァンスである。ルドルフは、娘のクレメンツアを、 シャルル・ダンジューの孫、シャルル・マルテル・ダンジューと婚約させ、アルル王国全体をクレメンティアの持参領とすることに同意した。その見返りとして、シャルル・ダンジューは神聖ローマ皇帝位をハプスブルク家の世襲とする支援を約束した。教皇はローマ王がアルル王国を手放したという宣令を作ることにより、将来来来来たイタリアが神聖ローマ帝国から切り離されること、そして、 教皇の実家であるウルシーニ家にイタリアが与えられることを期待した。1282年、シャルル・ダンジュは、シャルル・マルテルとクレメンツィアの二人にアルル王位を請求させるべく、送り出す準備を整えたものの、シチリアの番頭事件によって、計画は破綻した。神聖ローマ帝国の構成国家としてのアルル王国は存続し、リドルフの皇帝大観はならず、ハプスブルク家による、 ローマオイセ州もこの時は失敗した。しかし、アルル王国解体の流れは止まらなかった。タブル軍とのほとんどは徐々にフランス王国に組み込まれていった。プロバンス辺境白衣は隕石関係から1062年時点でフランスのトゥールーズ白化が得ていたが、そのトゥールーズ白化最後の助白、ジャンヌ・ド・トゥールーズはフランス王類発生の王子、アルフォンス・ド・ポワティエと結婚した。 これにより、1229年の猛条約で、プロヴァンス偏境白領とビバレを含むトゥールーズ白家領は、フランス王家のものとなった。14世紀初めに、リオンもフランスが併合した。1349年、ドーフィネの白であったアンベール2世が、フランスのシャルル5世懸明王に、ドーフィネを売却した。ドーフィネの白衣は、フランス王大使の称号とされた。 さらにウェブル軍とでも、旧ブル軍と総官僚が13世紀末から14世紀にかけて、スイス名役者同盟に参加して、独立戦争を繰り広げていた。1365年、ルクセンブルク朝の皇帝カール4世は、アルルで退官された最後のアルル王となった。この時点で神聖ローマ帝国に残されていた、アルル王国の両方は、サボヤ博国のみで、残りは、 フランスの影響下にあるか、中は独立しているかだった。そこでカール四世はまず、サボイア博国をアルル王国から切り離した。そして1378年、カール四世は、ドーヒネの博、すなわち、フランス王大使へ、アルル王国を名目的に支配する、帝国摂政の位を永久的に与えた。新生ローマ帝国から、フランス王国へのアルル王国正式に、 認めたことを意味し、これをもって、アルル王国は消滅した。1378年、神聖ローマ帝国の構成国家としての、アルル王国は消滅した。しかし神聖ローマ帝国がフランスに譲ったのは、支配権のみで、王位までは譲らなかった。神聖ローマ皇帝イコール、アルル王の許可で、フランス王太子イコールドーフィネの白が、アルル王国領の支配を殺傷として永久に、 任されているというと手前だった。アルローの称号は、神聖ローマ帝国が解体する1806年まで、神聖ローマ皇帝が名乗り続けた。またトリーヤ大司教も、1356年に、金印直書で得た、先帝皇としての宮中官位である、ガリアブル軍と大初期官庁を名乗り続けた。ガリアとは古代ローマ帝国時代における、フランスの古称であり、帝国が、 フランスの一部を名目的に白支配しているということを主張する意味合いがあった。なお、ある,る王国消滅時にフランス王領とならなかった領域も最終的にはスイスを除いてすべてフランス領となった。1246年にアンジュ家のものとなっていたプロバンス白衣は1481年にルイ11世新朝王が相続した。 ブルゴーニ伯領は1678年に併合された。ブネサン伯領はフランス革命の中で1791年に併合された。一方、サボイア伯国はイタリアへ進出してサボイア公国、サルデーニャ王国へと成長し、ついにはイタリア全土を統一してイタリア王国を成立させた。サルデーニャ王国はフランスにイタリア王国を承認させるため、 王室ゆかりの地であるサボイア公国領を活用した。フランス革命とナポレオンによって、フランス王国も神聖ローマ帝国元に滅んだ1860年のことである。ありがとうございます。